君たちに勇気を問おう。どうかな、リベリア。忌憚のない意見を聞かせてほしい。なぜ私に聞く？他にも適任者はいるだろう。それには理由があってね。ほう。こういった装備なら王族や騎士に見えるものなのか。ぜひそういう立場にいた君の感想を聞かせてほしくてね。ああ、そういう理由か。大丈夫だ。十分それらしく見える。君にそう言ってもらえると安心できるな。見た目だけで判断できるものではないが、フィンなら王族や騎士らしく振る舞うこともできるだろう。だがその意図は何だ？俗な理由ではなかろう。まあね、言ってみれば。団長がみすぼらしい装備では士気に関わる。見くびられたものだな。そんな理由で納得する団員は一人もいないと思うぞ。そのような子供っぽい趣味があったとは驚きだ。驚いているようには見えないけどね。当たり前だ。見えすいた建前の理由を聞いているつもりもないからな。やれやれ、決して嘘をついているわけではないんだが。だが真実も言ってない。それだけの理由ではないのだろう。リベリアは僕が生涯をかけて成し遂げたい目的を知っているだろう。フィンの目的、パルームの再興か。ああ、そのためには時に周囲の期待に応える必要がある。フィンの有名は十分に知れ渡っている。王族や騎士の真似事をする必要があるのか。いずれ必要になるだろうね。それに名だたる冒険者は僕一人ではない。王者オッタル、ケンキアイズ、ナインヘル・リベリア、君もいる。強くて統率力があるだけではダメなんだ。足りないものは補う必要がある。それが王族らしさや騎士というのか。そういった肩書きに憧れる者も間違いなくいるからね。君にはバカバカしく見えるかもしれないけれど、ままならないものだよ。人は与えられた手札で勝負するしかない。不要な札を捨て必要な札を手に入れる。そうやって自分を作り上げるしかない。苦労が絶えないものだな、英雄を演じるのも。そうだね。我ながら俗っぽい話だとは思うけど、自分で決めたことだ。パルーム最高のことも、このファミリアを強く大きなものにしていくこともね。にゃ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 ー。女神の名に誓って君たちに勝利を約束しよう。これでいいかい、ロキ。おお、さすがフィン、バッチシや。ようにおとるで。ロキもいいドレスだね。見えすいた世辞はいらんわ。さすがにフィンが隣におったらしょうもない嫌味も言われんで済むやろ。あら、そんなこと言われないわよ。それだけ似合ってるんだものね、ロッキー。けっ、出るなに嫌味か、この色ぼけ女神。そんなに邪険にしなくてもいいじゃない。今日はお気に入りの剣気じゃないのね。振られちゃったのかしら。振られるってなんやい。今日は単に留守番や。
うちのファミリアは美形ぞろいやからな。エスコート役には困らんのや。そうなの？じゃあ私はそんな美形冒険者を滑る神にエスコートお願いしようかしら。な、何言うてんねん。自分通ったらうち完全に引き立て役になるやないか。そんなことないわよ。さ、行きましょう。だかん、それだけはあかんて。やれやれ、もうお役ごめんか。これは驚いたな。まさか君も来ていたとは。無論だ。主神の真意とあれ。お互い奔放な主神には苦労させられているようだね。どうだい、たまには団長同士水入らずでいっぱい。どういう風の吹き回しだ。深い意味はないよ、今のところはね。ロキファミリアを預かる身としては、現都市最強の冒険者とは友誼を深めておきたい。強いて言えばそういう思惑だよ。いずれ都市最強の座は奪う、そういう思惑に聞こえるが。差し当たっての僕らの目標は君だからね。それに1対1ならともかく、ファミリアの総合力で負けているつもりはない。では試してみるか。とんでもない、今戦う理由は何もないさ。賢明な判断だ。今は君を倒すために払う犠牲が大きすぎるからね。倒せるつもりだ。さあどうだろう。クエン男だ。いずれにせよ、お互いをよく知っておいた方がいいとは思わないか。協力するにせよ、戦うにせよか。そこはご想像にお任せするよ。ただ不要な諍いが減るのは望ましいと思うけど。悪くない提案だ。だがフレイヤ様がお命じになれば話は別だ。それはこちらも同じさ。その時は覚悟が必要だろうね、お互いに。フィン、帰るで。こんなめっちゃ胸クソ悪いパーティーしまいや。意外に早かったね、自由な主神が戻ってくるのが。オッタル、どこにいるの？つまらない宴だわ。私たちも帰るわよ。そのようだ。ではまたいずれ。いつかな。にゃ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 。僕は随分とこのオラリオに毒されてしまったらしい。早朝だというのに町の方は随分賑やかだな。まあそれでこそのグランドデイイブというものか。ん？ふっはっ。フィン。やあ、おはようリベリア。随分と早いね。さらに早く起床しているやつに言われてもな。僕なんてまだ序の口さ。気の早い町の者はグランドデイイブの前夜祭をしてたみたいだからね。イブの前夜祭とは、まったくそこまで騒ぐこともあるまいに。
祭りなんてそんなものさ、血がたぎってしまうのかもしれない。意外だな、お前まで祭りくらいでそのようなことになるとは。ん？どういうことだい？その鎧、今日の大剣闘祭のものだろ。それをまとって早朝から訓練など。ああ、これはそういうのじゃないんだ。ギルド支給の新しい鎧だからね。少しでも歴戦の戦士に見えるよう、少しでも馴染ませようと思っただけさ。それにしては随分と気を吐いていたようにも見えたな。君の目はごまかせないな。付き合いだけは無駄に長いからな。剣闘祭のような三文芝居のためとは思えん。それはそうさ、ある程度本気で動かなきゃ装備なんて馴染んでこないだろ。剣闘祭のような三文芝居のためにあれほど熱の入った鍛錬をしていたと。厳しいね。心にもないようなことを言うからだ。誰にでもわかる。君は三文芝居と言うけど、一応オラリオ中の強者が集結するわけだからね。多分僕は勇める側だ。それも血気盛んで屈強な冒険者たちをね。それを未然に防止するのもお前の仕事ではないのか。もちろん、けど備えはしておく。それが僕らのやり方だろ。私たちのではなくお前のだがな。まあいざって時に体が動かないなんてことがないようほぐしていた。納得してくれたかい？まだ足りんな。先ほどの鍛錬中、お前からは喜びのような表情が見て取れたからな。そんな顔をしていたかい？参ったな。オラリオ切ってのつわものたちと相まみえる機会はそうそうない。心躍ってるのではないか？他のみんなには言わないでくれよ。ああ、もちろんだ。戦いたいよ。戦って、勝ちたい。そして英雄の真似事ではなく、本物の英雄になりたい。そんな考えが、ふと頭をよぎってしまったんだ。立場や役割のことは十分理解してるつもりなんだけど。なるほどな。その熱を冷ますために少しでも発散しておきたいというわけか。まったく、重ね重ねリベリアの目はごまかせないな。丸裸にされてる気分だよ。お前が言うな、まったく。しかしたまにはそういうのもいいものだぞ。いつも仮面をかぶっているばかりではやりきれないはずだ。そもそも本当のお前はそういうやつではないんだからな。本当に手厳しいな。さて、みんなが起きてくる前にもう少し体を動かしておくよ。そうしておけ。お前のそんな姿を見たらアイズやガレスも手合わせをせがんでくるだろう。それはちょっと疲れちゃいそうだな。剣を取れ。勇者の名は軽くない。フィン、少しいいか？ん？なんだその格好は。よくエルフから貢ぎ物が届く。どこかのハイエルフと同じかな。同胞からの贈り物さ。一族のために戦うブレイバーへということらしい。なるほど。しかしそれにしては浮かない顔だが。僕が求めるのはこんな品物じゃない。同族が立ち上がることだよ。決してブレイバーの賛美にとどまってはいけない。
決して悪く言いたいわけじゃないけど、君がもらう貢ぎ物と比べても材質は見かけ倒し、裕福な同胞はほんの一握りだ。普通のパルームでは第一級冒険者の装備を用意するのは難しい。ならばなぜその身に。忘れないため。それに込められたパルームの思いを。ああ、どうやら僕はまだ一族を照らす光には程遠いらしい。僕は彼らがすがる栄光ではなく、星のように同胞を導く光でありたい。大言壮語に過ぎるかもしれないけどね。感じるため。残念なことに、同胞は僕が未来を切り開く姿を期待している。その衣は、すべてお前に託す思いの表れだと。ああ。この見かけだけの衣装には、痛いくらいその思いが詰まっている。何にせよだ。僕はこの衣に込められた一族の愚かしさを、願いを、知っておかないといけない。そしていつかこれを身にまとって、同胞の前で言おう。何の役にも立たなかった、とね。それはあまりにも酷ではないか。だから次は衣ではなく、槍をくれと叫ぶ。この背中に続き、守ってくれる、勇敢な槍を。一族の魂をくれと叫ぼう。やれ、勃起させるためなら何でも使うというわけだ。ああ、名誉も栄光も勇気のその先にある。それを証明した時、もう一度これを着るよ。ブレイバーとして、フィアナのように。お前の声で一族が真の意味で立ち上がった時は、近くで拝ませてもらう。ああ、楽しみにしていてくれ。生意気なパルームが願いを叶えてみせるその時を。なんじゃ、ずいぶん珍しい格好をしとるの。自分でもそう思うよ。似合ってないかい？いや、そういうわけではないが、冒険者というよりまるで貴族のようだと思っての。このところ後方からの指揮ばかりで前線に出る機会が少ない。槍を持つこと自体ないから最近はこんな服ばかりだよ。ロイマンからも冒険者の統率に尽力しろと口うるさく言われているしね。威厳のある格好がどうとかとも。イビルスの動きが活発化しとるからな。やれやれ、冒険者とは本来ならばもっと単純な職のはずなのだが。まあ、冒険者のブレイバー以外にもインテリのフィンを世間に認めてもらうのなら悪いことばかりでもないさ。まったく、何でもかんでも野望に結びつけおって、お主の立派な悪癖だな、それは。利用できるものは利用するさ。ただでは転ばないし、恥もかくだけじゃ終わらせない。可能なことにはすべて手をつけておく。野望を叶えるということはそういうことだろう。自覚しとるやつに言っても無駄か。ま、分かっとったことだがな。で、そのこじゃれた服は自分で選んだのか。長年付き合っとるが、お主の趣味ではないような。ああ、さっきの話の続きじゃないけど、ロイマンに渡されたんだ。生地も上質だし、くれるって言うならせっかくだしね。ただ寸法がぴったりだったのが少し怖かったけど。あれを選んだのは私ではないぞ。
何？だがフィンはお前から受け取ったと確かに。あれはもともと匿名希望でギルドに送りつけられたものだ。パルームはもちろんフィンのファンの士気も爆上げになるとメモを添えられてな。確かにその通りだと納得した。納得するな。だが実際その通りになった。女性冒険者の活躍は目覚ましい。私の読みは正しかったというわけだ。どうなってるんだこの都市は。そもそも何者だその匿名希望の差出人というのは。つうわけで、フィンは何も知らねえで私厳選の服を終始身につけてくれてるってわけだ。都市の士気は上がるし、知れず本人も私の趣味に染まっていく。こうやって外堀を埋めて、いずれ。君だったのか。こんな神々の言うところのハイセンスな着衣を用意してくれたのは、君こそ僕のお嫁さんにふさわしい。結婚してくれ。てな感じになるわけだ。玉の腰はもうすぐだぜ。おざましい。